なんだ、ここ。真っ黒で空も地平線もない。ここはグレムリンの本拠地、サルガス荘のはずじゃ。言っただろう。世界を終わらせてやると。今はもう、この世界には私とお前の二人だけしかいない。てめえが魔人の力で世界ごと全てを消して、人も物も、何もかもなくしちまったっていうのか。そう言っただろう。だからなんだ。これで終わりじゃない。どうにかして元に戻すぞ。すべての元凶のてめえがここにいる限り、俺は諦めない。いいだろう。魔術でもって世界のすべてを操る者、魔術の神であるオティヌスがお前を押しつぶしてやるよ。異なる世界に幾重にも放り込んでも精神は壊れなかったが、今は貴様好みの分かりやすい戦闘で殺され続けている。なぜそうやって無様に挑み続ける。数千、数万、数億、あと何度繰り返すつもりだ。私はお前を殺した数が1万を超えたあたりから数えることすらすでに空いている。いい加減に気づけ。ああ、そんなのとっくに気づいているとも。人間の俺なんかが魔人にかなうわけがないってな。だったらなぜ貴様はこうも折れない。死に際を何度も繰り返したせいで本質を見失ったか。折れるわけがねえだろ。お前が一度でも折れてしまえば、それで先が見えてくるんだ。失った人たちと居場所を取り戻せる可能性が 1% でも残ってるんだったら、折れるわけがねえだろうが。何より、お前なんかに俺の大事なもの全部を奪われたことが悔しくて悔しくて仕方ないんだよ。俺という存在が誰の幸せにつながらなくたって、俺はあの世界に帰りたいんだよ。減らず口よ、どしがたいバカだ。お前は神の慈悲を超えたよ。だからこれで終わらせる。人は神には勝てない。人の身では抗えない。グングニルの一撃をもって粉々に粉砕されろ。世界を破壊するほどの威力の槍が。けどオティヌスとの闘争を何度も繰り返した今なら、散々殺され続けて死んで覚えた経験値がある俺なら、今の俺ならお前を乗り越えられる。槍が砕かれた。なあオティヌス、根本的な質問を一つしたいんだけどさ。お前はあらゆる手段を使って俺の心を折ろうとした。そして俺を殺すたびに世界を作り直していた。そうだよな。今さらなんだ、それがどうした。だったらさ、ひょっとしてお前、今よりずっと前から何度も世界を作り直しているんじゃないか。自分の記憶にある風景をもとにほとんど完璧に仕上げた。けれどあんたはほとんどくらいじゃ納得できなかった。そうやって繰り返すうちに元の世界がわからなくなって自分の居場所をなくしたんじゃないか。俺をただ殺さなかったのもそういうことなんだろう。元の世界に未練があるからイマジンブレーカーを生かしてるんだ。オンレルスとの悪縁にも嫌気がさしていたが、よもやあれ以上の理解者を調整するとは。いいだろう。お前をここまでつけ上がらせたのは神である私の落ち度だ。であればここで注ぐ。なんだ、オーティネスの体に亀裂が。グングニルが聖の本領ならば、これはオンレルスの妖精化によってもたらされた負の本領だ。オーティネスの亀裂から飛び出した光の矢が、それも10本の矢が世界を覆っている。石弓、これこそがオティヌスという名の象徴であり力だ。この世界こそが石弓だと知れ。天外より降り注ぐ銃の破壊によって
跡形もなく消し飛べ。これが出し惜しみなしのオティルスの一撃か。だけど届く、何としても届かせる。ここで全部終わらせるぞオティルス。終わりだ。惑星の一つ二つ削り取るほどの破壊力を受け、上半身だけでも残ったのは行幸だろう。ちくしょう。どっちみち俺には最初から勝ち目なんてなかったのかもしれないな。今更だな。オーティルス、死ぬ前に一つ頼みがある。この右手役立ててくれないか。俺は剣客ラインしか使えなかったけど、あんただったら本当の使い方は知っているんだろ。イマジンブレイカーは魔術師たちの怯えと願いが結実したもの。それは元の世界に帰るための基準点となる。その基準点の右手と魔人としての力と英知があれば、世界を元に戻すことも可能だ。確率は五分を下回るがな。なら挑戦しろよオティヌス。元の世界に戻りたいんだろ。わがままでも何でもいいよ。たとえ世界を作り直しても、お前が笑えなきゃ惨めな迷子になっちまうぞ。死んだか。私は勝った。そしてまた一人になったわけだ。元の世界に帰る。そこに私は何を求めていた。ああ、私は知って欲しかったのか、理解者が欲しかったのか。私はそんなものいたのか。私の苦しみを理解する都合のいい生き物がこの少年だったというのか。本当にひどい一撃だな。